総統集中国管区強化センターがお送りしておりますラジオ放送今日の心私の心ここでは過去の放送の中からもう一度お届けしたい作品をご紹介していきます今日は2008年11月放送島根県益田市最前寺後住職小川雄志郎氏の優雅花というお話です 今朝は言わぬが花ならぬ、言うが花のお話です。誰かに声をかけてもらいたくて、秋葉原の歩行者天国にトラックで暴走し、多くの犠牲者を出してしまった若者がいました。声をかけてもらえないことはとても寂しいことです。いじめの代表的行為の一つは無視することです。 マザー・テレサが愛の反対語は無関心ですと言われたことを思い出しました。私は53年にわたりお寺で保育園をしていますが、園児のおはよう、ありがとうの言葉は私の疲れを吹き飛ばしてくれます。しかし反対にバカ、嫌だを耳にするとなんだか悲しくなります。 日本では言わぬが花のような考え方をする人が多いようです。お父さんはなかなかお母さんに愛しているよとは言えません。言わなくても分かっているだろうと思っているからです。でもお母さんは少しだけ不安になる時があります。誰でも一緒です。子供たちも若者も自分が愛されているのか不安なのです。 おはよう、こんにちは、ありがとう、おかげさまで。私たちの周りには素晴らしい日本語がたくさんあります。でも、親しくなればなるほど、その素晴らしい言葉が言えなくなるのです。どうぞ、勇気を持って優しい言葉を口に出してみませんか その優しい言葉がもたらす効果の大きさに驚くことでしょう。そして、その優しい言葉を最初に聞いているのは、実はあなた自身なのです。